けあれば食べ物をダメちゃダメです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。フラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ子供も大人もみんな一緒にフラッシュを迎えましょう。おーいフラッシュ。本当、すげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。いやみんな、こんにちは。お前たち、最高だぜ。ちょっと待ってくれ、俺たち、ウミガメの挨拶知らないやつも何人かいるんだな。じゃあ、知ってた人にお手本やってもらうかな。やみなさん、はい、こっちの前でさ、2列目で通路から2番目にいる黒っぽい甲羅の男性知ってたな。いやーこんにちは。こんにちは。あ、君の名前は？谷ガイトって言います。谷ガイト、あークールな名前じゃないか。なん、谷ガイト、じゃあできてたから知ってると思うけど、俺が最高のぜって言ったら、谷ガイトは両方のヒレを高く上げてくれ。みんなもしっかり覚えてほしいんだ。谷ガイトのことよく見とけよ。よし行くぜ、谷ガイト、最高だぜ。やるじゃないか、拍手をぜ。谷ガイトもかっこよかったぜ。ありがとう。よし、じゃあギャルドさん、次は後ろ行こうかな。じゃあこっちの後ろでさ、2列目で通路から2番目にいる甲羅茶色っぽい感じがさ、そのこと話してみようかな。いやこんにちは。こんにちは。あ、君の名前は？カイセ。カイって合ってる？カイセ。あ、カイセで分かったぜ。カイセ、君はさ、今何歳？6歳。6歳か、まだ卵から帰ったばっかりじゃないか。で、今日はさ、誰と一緒に来たんだい？ママ。ママ、分かったぜ。じゃあ、一緒に来たカイセイのママ、どこだ？ひれあげて。隣だよな。いや、ママ。ママの名前は？ノリコです。ノリコ。名前に海藻入ってんじゃないか。よろしくな。じゃあ、ノリコに一個聞きたいな。ノリコは？カイセイから質問をたくさんされたっていう経験はあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。なあノリコ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。ノリコ、教えてくれてありがとうな。カイセイもありがとう。いや実はさ、この間もなスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うの？で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はみんなに人間について教えてほしいんだ。協力してくれるならヒレをあげてくれ。グリスズ、お前たち最高だぜ。谷ガイトはさすがだな。いやそれじゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間の家族ってどのくらいの大きさなの？だってさ。よし、じゃあ家族で来てる人をひれあげてくれ。お、いるな、いるな。じゃあケントさん、こっちのマイコから、じゃあ2列目でさ、内側の通路から4番目の大人の男に聞いてみようかな。いやこんにちは。こんにちは。あ、君の名前は？寿司です。寿司、よろしくな。寿司は何匹家族？4匹です。お、そのうち子供何匹？2匹です。おお、俺は65匹。さっき言ったスクワートってのが末っ子でさ、他にも上からキアヌ、ルル、サンディ、ヨンディ、ゴーディ、ドークディ、寿司止めてくれていいんだぜ。賑やかでとっても楽しいんだ。教えてくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。なんか俺に質問があるやつ、元気にひれあげてくれ。なんでもだぜ。じゃあまずはそうだな、じゃあ真っ先にあげてくれたこっちの前でさ、4列目で一番端っこかな、
でさ、顔に目が5つぐらいある君かな。いやー、こんにちは。こんにちは。お元気だな。君の名前は？大鹿芽衣です。おし、よろしくな。じゃあ俺に聞きたいことは何だい？どうしたら早く骨折が治るんですか？お、骨折？骨折ってあれか、骨折れちゃったってこと？はい。大変だな。そうなのか。俺と話してる場合じゃないから寝てた方がいいんじゃないか。そうかそうか。でもさ、気持ちはとっても元気なんだな。そうさ、気持ちが元気でいるってこと、とってもいいことだと思うぜ。そうやってさ、早く治りたいっていう気持ちがあれば、もっともっと早く治ると思うからさ、体をいたわって早く良くなるよう俺も願ってるぜ。みんな彼に応援の拍手しようぜ。よし、じゃあ次の人も後ろのその前皆さんな元気に振り上げて、で今度はそうだな、じゃあこっちの前行こうかな。4列目は端から2番目にいるちっちゃい子を抱っこしてる大人の女性に聞こうかな。いや、君の名前は？さゆりです。じゃあさゆりの質問なんだい。息子が2歳なんですけど、ご飯をあまり食べてくれません。どうしたらご飯を食べてくれるようになりますか？ああ、そうかそうか。それは思い通りにはならないんだよな。でもさ、やっぱり子供のペースに合わせるっていうのがいいと思うぜ。子供はさ、自分のタイミングで自分の食べたいように食べるとさ、どん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 その食事の時間が楽しく感じるんじゃないかな。今きっとさ、食べてほしいって君の気持ちがなんか伝わっちゃってんじゃないかな。ああ、そういう思いがあるそうだ。逆になんか食べたくなくなるような気持ち、それは大人でもわかるような気がするよな。うん、一応さ、食べ物を前に用意して、でその子の好きに任せておけばいいと思うぜ。いつか食べたくなる時出てくると思うからな。うん、応援してるぞ。お前たち最高ぜ。あ、そうそう、スクワードからさ、もう一個聞かれてたんだ。これさ、人間のもんなのかな。よし、これが何だか分かるやつ、切り上げてくれ。あ、足りな。じゃあガイドさんと反対側でさ、4列目で通路から3番目の黒っぽいコーラのお姉ちゃん、一番最初に上げてくれたから。いや、君の名前は？よし、よろしくな。じゃあこの黄色いやつは一体何ていうものなんだい？ヘルメット。ヘルメット、そういうんだろう。このヘルメットって何に使うものなんだ？工事。工事、工事ってのに使うんだな。俺は工事っての知らないんだけどさ。そうか、これは工事に使うのかな。おい、何言ってる。これは俺の家だ。せっかくいい家を見つけたのに取られてたまるか。あいつが工事か。教えてくれてありがとな。お前たち最高だぜ。よし、また俺が答えるぜ。周りやと元気に切り上げて。じゃあ次はさ、じゃあ後ろ行こうかな。じゃあ後ろの真ん中で、じゃあ4列目でこっちの通路から2番目の青っぽいコーラかな、そこのお兄ちゃんかな。いや、君の名前は？山崎朝日です。よし、じゃあ山崎朝日、俺に何が聞きたいんだ？暮らしの家はどこですか？ああ、そうかそうか。俺の家はな、海。あながち冗談じゃないので、なぜかっていうとさ、俺たちウミガメはな、どっか一箇所に決まった家があるわけじゃなくてさ、世界中のあったかい海をずっと旅をして回ってるんだ。だからこの海全体が俺たちにとっていいみたいなもんなので、とてもいい質問ありがとうな。お前たち最高だぜ。なんだこの音。ハイドロフォン壊れたかな。ハロー。あ、デリーじゃないか。あいつ面白いやつなんだぜ。おい、デリー。クラッシュ、やーよ、ベリー。ハロー、人間。ベリー、得意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい。見てて、何か見えてきた。うわ、耳
なの。いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。じゃあ、耳が4つ耳が4つどころか、ベリー、海星なんか目が5つあるのね。ああ、でもエコロケーションすげえクールだな。誰かできっかな。じゃあやっぱりあいつにやってもらうかな。谷ガイト、エコロケーションやってみようぜ。今から俺がヒレをこうやって何本か上げから、俺が何本ヒレを上げてんのか、目つぶったままエコロケーションを使って当ててくれよな。じゃあまず頭の横に両ヒレ持ってきて、そうそう、そのまま目閉じて、うっすら見えちゃわないようにそのまま顔下に向けといてな。じゃあそのままさっきのベリーみたいに、うーって言ってくれ。せーの、うーよし、ストップだ。まだ顔上げるなよ。じゃあそのまま俺が上げてるヒレは何本だ。2本です。正解だぜ、みんな拍手しようぜ。すげえわ。おっと待ちな、ああ、ここにいる人間たちがお前の質問に答えてくれたぜ。すごーい。だろ、お前たち最高だぜみんなうまい。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなに会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。ご案内があるまで、座ったままでお待ちください。